いよね本当に。最近放課後ティータイムってなかったからいっぱい歌っちゃおう。いや本当にいい歌しかないよね。うわー、私この「ときめきシュガー」っていう歌めっちゃ好きだったんだけど、めっちゃ覚えてないわ。待って、ちょっと聞いてみるね。私この歌めっちゃ好きだったのにさ、全然覚えてないわ。え、この「ときめきシュガー」って歌めっちゃ、ちょっと覚えとこう、もう一回。絶対すぐ思い出す。だってこれめっちゃ歌ってたもん、私高校生の時。ほっぺが落ちるよって一人で歌ってたもん、よく。え、めっちゃ好きだったこの歌。あなたのためにカラメルソース、私のハートをカラメルソース、ちょっぴり焦げついちゃっても美味しくなるの。 I'm 恋のパティシエ、甘さ控えめなあなたにとびきりのソース、かけちゃぼう、ずっと見てるのにあなたはなぜ気づかないの。味見したくなったら言ってね、ほっぺが落ちるよか。ちょっと思い出した。楽しい、歌うと。ベボーになっちゃったの。でもだいぶ、まあ見せれないこともないけど、まあちょっと一応みたいな感じかな今日。明日晴れなかったらいいけど、もっと、もっとは晴れないか。綺麗にな、まあ綺麗には治んないか、すぐ。なんか泣きすぎた日の目みたいな感じ、今は。あとちょっと、なんか、傷っぽいの。傷？腫れ？ニキビ？みたいな。ネットで調べたけど名前難しくて忘れちゃった。早く良くなりますように。ありがとう。これ一回溶けちゃってさ、このチョコベイビー。でもう一回冷凍庫入れたら変な感じになっちゃった。なんか病院行くまでには治っちゃいそうって思う。なんでこうやってこんなに美味しいんだろうね。このチョコ美味しいよね。本当に美味しい。頻繁に食べてる。このチョコ前はさ、星とかさ、ニコちゃんマークとかあって楽しかったけど、最近ないよね。アポロも大好き。アポロかチョコベビー。ベビーチョコだった。チョコベビーだった。私が当てた。ニコちゃんなくなってない？おっきいやつだけ？ちっちゃい方にはあんのかな？いや、ない気がする、最近。あの星とか。ない気がするよ。どこのお菓子屋さん？明治。顔はちっちゃいの分かる？そう。なんかでかく見えるんだけど、私の顔が。多分なくなってるよ、あれ。でも美味しさは変わらない。買ってみて、買ってみて、美味しいから。
まめるちゃんとコラボだって。私のグッズが欲しければ。誰？マイメルマーメル、マーメルだよ。じゃない。マイメルじゃなくなってきた。キッチングッズ当たるよ。2枚買うとキッチングッズが当たるよ。マイメルだよ。どうしよう。誰？誰？これゲーセンでパパが取ってくれたん。誰さっきの。待ってどうしよマメロだよ。いや待って。ね、だよ。クロミちゃん、クロミちゃん、クロミちゃん。できなくなっちゃった。マイメロメだよ。どうしよう、パチモンになっちゃった。マイムロだよ。パチモンだからマイメロっていうのやめるね。マイムロだよ。出ない、塊になりすぎて。どうしたの？え、寝坊になっちゃった。いや嘘、本当は飼ってたドラゴン、目に宿りし飼ってたドラゴンがちょっとうついてきて痛いから止めてる。これあの封印の、これ封印のあの伝説のあのガーゼテープなんですよ。選ばれし私はこの、選ばれし私はこの、見えない、選ばれし私はこの特別なこの、特別なね、このね、これで封じてないとこの世界を滅ぼすドラゴンが、出てきちゃうのね。これで止めてないと出てきちゃうから、まだ世界を滅ぼすわけにはいかないから、そう大変なんだよね最近。柳生十兵衛って眼帯だっけ。あ、だ眼帯か。そうね、待って、私もうすぐで銀魂見終わっちゃいそうなんだけど、泣いちゃう。もうファイナルのファイナルって感じ今。2周目する。めっちゃ明日8期ぐらいまであるけど、もう終わりかけ、ショックすぎる。だから1話から見る、もう一回。もうフェアリーテイルも見た時こういう感じになったんだよね。終わってほしくないの。フェアリーテイルもめっちゃずっと見てたんだけど、
トゥ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 ルルルルトゥ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 銀魂の次に私が惚れることのできるアニメはあるのでしょうか。そう、見始めたアニメの最新話本当に絶望。もう私ヒロアカの最新話が今待ってないんだよ。私今漫画で見てるからさ、どうなるか分かってるけどさ、やっぱアニメが好きなのね私は漫画より、うん、早く動いてる天野が見たい。なんか最近ヒロアカそうだったよね、一緒だ。最近ある有名 TikToker さんが飯田くん推しですって書いてたのね。で、司と話してたらさ、誰が好きなのって言って、もちろん飯田くんだよって言ったら、最近飯田くん好きっていう人見るよ、見かけるよみたいな、えみたいな。推しかぶり嫌、天野に関しては嫌。だって天野のこと絶対私の方が好きだもん。だって天野のこと私ずっと好きなんだよ。え、何期も前からずっとてんやのことが好きで、え、じゃあてんやの T シャツ持ってるの、てんやのタオル持ってるの、てんやのグッズ買ってるのっていう話なんで。てんやのグッズがラウンド1にあった時取りに行ったの。それを踏まえて超えての飯田くん推しですって言ってるのね。えそうなの。数々のゲームの名前を飯田てんやにしてるの、本当にしてるのね。それを知ってから言ってるんだよね、飯田くんを知って。そうなんだよね。それならはまあ許す。てんやはやだ。てんや私より好きなの絶対に。私はてんやは私が今までで一番愛情を支えたアニメキャラなんですよ本当に。てんやに関しては、てんやに関しては私は今までで一番愛情を支えた注いだアニメキャラなんです本当に。今までで一番ね。なので許せないんです。カードゲームしたのかな、ヒロアカの、ヒロアカのカードゲームを小学生に混じって一緒にこうやったのかな。ポリポリ。あるよカードゲーム、のんのんとやってた。なんか TikTok でヒロアカのキャラをの名前を言っていくみたいな音源が流行ってるのね。それをやってるんですよみんな。で、今度のんのんと会ったら、いや、この音源やろうねって。そう、本気でやるから。とどろきショートのところはもうのんのんの担当で。あれもやる、絶対。
トガちゃんできるよね私。お団子にしたらトガちゃんできる。髪が足りない。こんなんだよね。でも私トガちゃん嫌いだけど。トガちゃんのコスプレしてみたいんだよね。せっかく刃持ってるから。ヴィラン嫌いなんで、天野の存続を脅かすヴィランのことは絶対に許さない。こうやって顔が似てねえ。私顔が全然メンヘラじゃないんですよね多分。こんな顔できないもん。もうステインだけは許さないから。ジロちゃん？あ、本当？ステインだけは許さないか。できてる？できてる？反対だ。待って、トガちゃん巨乳なんだけど。え、トガちゃんって巨乳なの？ダメじゃん。巨乳じゃない、あんまり。え、どっちなんだ？巨乳じゃない。よし、いける。でもどうやったら、私顔本当にメンヘラじゃなくない？ああじゃねえよ。どうやったらこんなメンヘラチックになれるの？これ黄色のカラコンしなきゃいけないね、トガちゃんやるとき。え、トガちゃんさ、この下の刃、おお、なんか動いた動いた。なんか下の刃が尖ってるときと尖ってないときあるんだけど。刃だけっていうね、トガちゃんとの共通点、マジで。髪色似てる今ちょっと。本当前からね、トガちゃんのコスプレしたかったんだよね。もしコスプレしたことないと思う多分。侍。なんでこんなになるの？なのかな。やってみたいよね。こんな感じか。ちょっと似てない？
こういうメイクしたら割と似てそう。私めっちゃ笑わないとやば見えないからさ、グッて。もともとそのくっ歯があんま見えない人だからさ、めっちゃグッて洗わないと。大変だからやば見せなきゃいけないの。歯見えないんだよねあんまり。ね、ヒロアカのコスプレできるとしたら誰ができる？のんのんとしたいねって言ってたんだけどさ。誰だったらできるかな。あ、スイツイよ。ちょっと似てなかった？つゆちゃんと呼んで。誰？ちょっとおばさん。あ、スイツイよ。ネトガちゃん制服だもんね。なんか誰かと混ざってるよね。あすいつゆつゆちゃんと呼んで。つゆちゃんと呼んで。おつゆを出せ、つゆを出せ。つゆを出せ、つゆを出せ。つゆちゃんと呼んで。もうできないから私どんどんできなくなるね。あすいつゆよ。できなくなるわ。のんのん誰できるかな。のんのん八百ももやってほしいわ。あ、剣道さんとか。私誰できるかな。次郎ちゃんできるかな。八百ももできるわけないだろうが。あ、でもゼログラビリティ髪切ったからさ、どうよ。こう内巻きにして。ゼログラエンデバーか。とりあえず燃えてくるわ体に。ガソリン。ジローちゃん足目にしなきゃいけないよね。かわいいよなジローちゃん。でもジローちゃんちょっと一重やない？多分。どうなんだろう。ジローちゃんはなんか鼻が細そう。そう、ジローちゃんのカツラ売ってる。カツラ、ジローちゃんかわいい。私が来た。目いた。目見られちゃったさっき。ミッドナイト。さっきから巨乳ばっかりやがって。許せねえ、許せねえ。本音が。目を大事に。ありがとう。目ちっこ。鼻でか。
こと今も同じ夢を見ているこの空に いい味ありますねって言われるかもしれないじゃん。個性的な顔してますね、いい味してますねって言われるかもしれないじゃないか。忘れられない夏になるかも。そうやべ。夏の日差しで焼け焦げそう。すべてがスローモーションになる。他人の汗もどうでもよくて。ラストの曲終わりのロックスター帰ってく、あライブが終わって我に帰って、それからそれから見たい。さっきまで二人がいた場所、もう違う景色や。私やっちゃった、本気だったのに。うつむく私の隣に君が、私の目を見つめる君、時間が止まってるみたい。過ごし笑って君は言う、新しい君が見れたから今日は本当に来てよかった。出れ笑いの奥見えちゃいそうで、私は捨てて目をそらした。止まらないのは二人の恋だ。今年の夏よ、終わらないでよ。ねえ、私も好きな人と夏フェスとか行きたかった。私も好きな人と夏フェスとか行きたかった。二人とも同じバンドが好きとか、いや、やばくない？
いけないよ。相手もいなけりゃコロナだよ。ないこの歌。あ、迎えに行ってきたのか。よかった、楽しかった。風が吹いて
ゆうたですね。今何時？さっきの電話した人が19時半にかけ直しって言ってきてくれるんだけど、今時計が見えない。今何時でしょうか。ごめんね。こんばんは。お、そろそろじゃあかかってくるな。ごめんね、さっきの電話なんか不動産のやつでなんか20時までしか店やってないからって。また夜アモングしたくなったらやっちゃうかもなんか最近今日昼めっちゃアモングしたくなって、なんか一人でやろうと思ったんだけど、一人でやるならみんなとやればいいやと思ってやめたんだよ、やるの明日にするかもしれないけど、わかんない、気まぐれで。とりあえず電話待ちする。13位甘栗丼、あと7レンジャーさんありがとう。12位アメさんありがとう。11位タロイモさんありがとう。10位コウチキさんありがとう。9位お兄ちゃんありがとう。8位ヒーヤさんありがとう。7位オンリーアイリさんありがとう。6位クリポンさんありがとう。5位ハイシャオチョコチチョコさん、あと仕事中頑張ってありがとう、仕事中ありがとう。4位ライリッセンさんありがとう。3位サトリアンとキモジンさんありがとう2位東京特区、2位東京特区長さんありがとう。1位マジジさんありがとう。バイバーイ、ありがとう。